光山川穂高さんベルーナドームから完全に抹消される。悲しいな、山川なんて初めからいなかったんや。でもホームラン王の記録は永遠に残る。そう考えると清原って無冠でよかったわ。最近許されてる風潮あるけど。でも報道があった日に試合出した事実は消えないよね。西武はコンディションが悪くて外しただけなのに、ひどい話だ。何をしたって言うんだ。どうせ FA でいなくなる予定だったからええやん。人的保障なり金銭が入ってこないのは痛いけど、これはもうしゃあない。犯罪の中でも女と子供絡みは差別されるからな。まともに社会復帰できるんかレベル。まだ何も決まってないのにかわいそう。スポンサーには心中する義理はない。擁護したいなら身内で勝手にやってろって感じだろ。まあスポンサー的には不倫だけでもまあまあ致命的ではあるわな。もう何か理由つけて謹慎させればいいのに。コンディション不良でこんなことされる選手いないだろ。万が一の無罪があるからな。そうなった場合に選手会やらに言われるリスクがな。契約切れる年なじゃかったら不起訴になれば残れたかもしれねえけど、もう不起訴になろうがどこも契約しねえから引退しかねえよな。不起訴ならどこか取るとこ出てもおかしくないやろ。西武首でみそぎは済んだと言えなくもないし、500万の育成ガチャ気分で取る可能性はある。大落ちえな西武、グッズももう買えないんやっけ。応援歌とか選手紹介ページはまだあるんか。前年2冠の野手なんて文字通りチームの顔だしな。至る所に使ってただろうし大変そう。不起訴で首なら争奪戦になる可能性もあるやろ。ソフバンの50億は無理でも1000万円ならどこも出すし、何かあっても西武時代で事件は決着してますと言えるし、空白期間はあった方がいいから、夏あたりに首にしてくれるとオフにて出しやすそう。西武グループのコンプライアンスに大きく逸脱してると、すでに西武側言ってるよね。自由契約にしたこいつを取った球団があればどんなコンプライアンスしてんだって話になる。結局山川アウトなん。西武ライオンズの対応がひどいせいで被害者にセカンドレイプしまくってたが、山川アウトなら最悪やな。西武山川完全に消えたな。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。